来年春に卒業する大学生らの就職活動が本格的に解禁されました経団連が来年から横並びのルールを廃止するのを前に就職活動の早期化が進んでいます夏の段階でインターンシップに参加して面接もさせていただきいています内定持ってる子もいるって聞きましたしそうですねちょっと焦ってます、ね <laughs> 今年の就職活動は3月に説明会6月に面接が解禁されますが経団連は来年からこのルールを廃止します人手不足を背景に学生優位の売り手市場が続く中企業側はいち早く優秀な人材を確保するため就業体験を行うインターンシップで選考に着手するなど採用の前倒しが進んでいて就職活動ルールの形骸化が進んでいます